クリスルノーはアメリカ合衆国のイラストレーター、映画制作者である。アニメ映画、アイスエージシリーズのスクラットを主役とした短編、熱血どんぐりハンターの監督、脚本を務めたことにより、アカデミー賞短編アニメ賞にノミネートされた。また彼は、怪盗グルーシリーズの第一作、怪盗グルーの月泥棒 3D 及び怪盗グルーのミニオン機器一発では、 ピエール・コフィンと共に監督を務め、校舎ではアカデミー賞長編アニメ映画賞にノミネートされた。さらに彼とコフィンはミニオンズのデザインと声も務めた。1966年にメリーランド州ボルチモアで生まれ、15歳の時にベスレヘムスチールで働く、父親の転勤のためにペンシルベニア州ベスレヘムに移った。高校時代は、 学校の年間や新聞のアーティストを務め、将来はコミック作家を志望していた。1985年にアレンタウンのパークランド高校を卒業し、1000ドルの奨学金を得てバウム芸術学校に通った。1989年にイラストレーションの学位を得てシラキュース大学を卒業後、スポーツエンターテインメント業界でグラフィックデザイナーの仕事を始めた。 彼は NFL プロパティズ、NBA、フットロッカーのロゴやマスコットを作成した。様々な出版物や代理店のデザイナーやイラストレーターとして働いた後に彼はコミック本を描き始めた。マーベルコミックと DC コミックスの両方で働いていた彼はマーベルのスターフリートアカデミーのイラストを担当したり、DC にゴッサムシティが地震で壊滅するバットマン、キャタクリズムの ストーリーコンセプトを売り込んだ。彼はディズニーチャンネルのザブック・オブ・プーのプロダクションデザインを務め、子供向けテレビ番組の世界へと移った。彼はブルース・カイ・スタジオのロボッツ・アイス・エイジにホートン・不思議な世界の誰々でストーリーボードアーティストとして働いた。2006年には短編アニメ熱血どんぐりハンターでは監督、共同監督を務め、 アカデミー賞短編アニメ賞にノミネートされた。ルノーはイルミネーションエンターテインメントで働くためにフランスのパリに移った。怪盗グルーの月泥棒 3D の監督中、彼はパートナーのピエール・コフィンと共にグルーの古文であるミニオンを構想した。彼はイルミネーションと4作品の契約を交わしており、怪盗グルーの月泥棒 3D のほかロラックス、 おじさんの秘密の種、怪盗グルーのミニオン機器一発、ペットを監督した。怪盗グルーシリーズ第3作、怪盗グルーのミニオン内脱走では、制作葬式としてクレジットされた。2008から2009年頃に妻と二人の子供と、共に、フランスのパリに移住した。ありがとうございます。